そろオープニングを。おいですが、一緒にやっとくですか。ラーメンヌースティール北田です。はい、今日はですね、僕が大好きな飯田商店さんにまた向かってるんですが、はい、まあ、飯田商店さんは皆さんね、動画で撮ってるじゃないですか。はい、でなんで普通に飯田商店さん行って美味しいラーメンをおっさん二人が食うっていうのは多分再生数伸びないでしょうし、はい、まあ、美味しいですけどね、美味しいですけど、めちゃくちゃ美味しいですけど、おっさん二人が食ってる絵面が良くないですよね。おっさんが良くない。そうそうそう、おっさんが良くない。我々おっさんって、はい、YouTube やめろって言うのもあるかもしれないですけど、まあちょっと勘弁してくださいっていうことで、普通にね、おっさん二人が食べても面白くないんで、いやちょっとまた特別ゲストです。はい、どういう企画かというとですね、この足りない頭を使って僕考えました。はい、ハゲてる頭を使って考えました、一生懸命に。で、何をするかというと、いわゆる飯田商店さんって、無課長ラーメンの頂点じゃないですか。はい、で無課長っていうのは、化学調味料が一切入ってないラーメンのことなんですけど、それをですね、はい、正反対の、これ縦ごっこじゃないですけど、おこたてです。おこたてか。おこたてじゃないですけど、はい、テレビだと。チロリアンに食わせてみようと、はい、で事前に聞いたら、あのチロリアンっていうのはラーメン屋でよく召し上がる方なんですけど、食べたことないらしいんですよ、飯田商店さん。なんで、はい、これはちょっと面白いんじゃないかと。普段化学調味料がいっぱい入ってる、はい、ラーメンを食べてる方が無価値のラーメンを食べたらどういう反応するのかと、はい、そこも面白そうですよね。そうですね、うん、ゲストはね、日本一有名なチロリアンの方です。おそらくテレビにも出てます。知名度抜群という知名度抜群のジロリアンの方ですね。はい、はい、これはこの後もこう期待なんですけど、なんでまあその方にもね、今日飯田商店さんに行きましょうと言って予約取っても伝えてるんで、はい、マジどうするんですかね。どうなんですかね。まあ美味しいって言ってくれるといいですけどね。いや美味しいですよ、飯田商店さんですよ。いやそうですけど、普段は本当にあの方、はい、チロしか食べてないですもんね、ツイッターで。そうですね、僕らもね、動画で何点か行きましたけど、チロもチロで美味しいですけど、ちょっと性質が反対なんで、ね、ちょっと面白いですよね、興味本位というか。というわけで、今日のジロリアン、日本一有名なジロリアンのスペシャルゲストの方と飯田商店さんへ、さあテレビじゃないですか、 YouTube の前の皆さんも一緒に、スマホの前の皆さんも一緒に、ガー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 レッツゴー。テンション高いっすね。あれじゃないですか、あの白いマスクも。はい、ということでね、先ほど企画説明したと思うんですけど、今日のスペシャルゲストは、ね、おそらく日本で一番有名なジロリアンの清水さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ルサだから簡単な自己紹介をしていただければ。はい、はい、現在は早稲田大学大学院に通っておりまして、賢い。で、まあ、レンタルジロー食べる人という、交通費だけいただいてジローを目的するという活動をやらせていただいております。めちゃくちゃ、ね、有名ですよね。もともとなんか一緒にここラーメン行きましょうって1ヶ月ぐらいかかりましたね。そうあの本当タイミングがちょうど合わなくて、はい、忙しい。いやいや全然合わない。僕も嬉しいでございます。はい、何回も今日で10回目とかさ。この2ヶ月で3回目そうですね。改めまして今日のゲストはレンタルジローの清水さんです。こんにちは。初めまして。よろしくお願いします。初めまして。ペコペコ。終始ふざけてるおじさんなんですけど、そんなに気にしないで。わかりました。高田馬場もなんかありますよね。高田馬場ピコピコ。あ、そのさ、うまいって聞いたことがあって。バイト。バイト先ですか。そうなんですよ。なんてことか。それ普通に事前情報知らなかった。大ホームなんで。あ、大ホームなんです。行かれる際はちょっと声が、はい、はい、はい。知らなかった。それはジロリアンの話。なんとジロインスパ系でバイトしてたっていう。
そうです、ね、ジロー中の人ですね。中の現在進行形です、現在あのたまにあ出てらっしゃる、はい、たまに、はい、ちょっと当選からは清水さんいらっしゃる。あそうですね気まずいのかな、バイトの人。そうなんですか。ぜひぜひ、はい、ご一緒に。今日は何を食べます。今日はしあのシューマイ食って帰ります。え、いや、ジョップス普通に今ショーカーって言っちゃった、はい、というよりあの、はい、たくさん僕と違って真面目なんでボケにボケがたくさん出てきたら、そうなんですよ。ついていく気もないです。なるほど、はい。そう、俺真面目なんですよ。いいな、俺真面目な。醤油ラーメンをまずあれですよね。まあそうですね。はい。まず醤油がいい。はい。わかります。特製醤油。特製醤油。特製醤油、はい、っていうのがないですけど、醤油チャーシューワンタンもあります。あ、まあそうですね。はい、ワンタンが2種類ぐらい。あとはまあチャーシュー丼。チャーシュー丼。あ、これ回ってる。これも回ってるんですよ。もちろんです。やばい。前方の虎、後門の鬼みたいな。ありがとうございます。一番チーム出さないと。
どうでした？まずお店の中の雰囲気。確かに飯田さんの振る舞いといい徹底ぶりがもう素晴らしかった。感銘を受けます。よかった、清水さんに気に入っていただいて。あの事前のトークで普段二郎ばっか食べてらっしゃるんで、はい、二郎系の方ってうまみ爆発系じゃないですか。僕も好きなんですけど、家系とかも好きですし、なんですけど二郎ビアの方って飯田商店さん合うのかなっていう話をちょうどしたんですよ。そうそう、なるほど、はい、やっぱり普段から、はい、舌が爆発するようなインパクトのあるものを食べてるんで、なんかこう浄化されるじゃないですけど、なんか普段使わない舌の部分とかを使うような、ビビッとくるような、なるほど、奥深い味でした。それでこれは答えはジロリアンの方も飯田商店さんは気に入ったということで、しあ成功しました。良かったですね、謎の企画良かったです。またチャーシュー丼めっちゃうまいですよね。パクヤさんですよね。とろけますね。まあ言えないですけど、なんかレンタルジロー始めたきっかけって何でしょう。まあ、冷凍していた手もありまして、はい、まあ、二郎系に対して苦手意識の手がすごく多かったという印象が、はいはい、まあ、実はあったんですけど、はい、まあ、きっかけとしては本当にもう思いつきというか、最初ネタとしてツイートしたところちょっとあまりにも反響が大きすぎて、で、あの、もう嘘です、冗談ですとも言えないぐらい DM がもう来てしまったので、最初はあの、まあ、しょうがなくて言ったらあれですけど、なるほどですね、なんかやる軽い気持ちで始めたのは、光ったらもうそれどん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 、むしろなんか二郎系苦手なこと少ないような気がしますけど、いや、あの、一人で行くの怖いぞ。本当ですか、うん、なんか、謎ルールみたいなあるらしいっていう情報を聞くじゃないですか。で、なんか、あの、間違えると怒られるらしいみたいなのが多分一番のネックです。実際皆さん行ったら美味しいって言われますし、はいはい、全然なんか思ってたより怖くなかった、はいはいはい、でもやっぱり行ってない人ってなんかそういう怖い噂ばっかり、先入観、はいはい、すごいんで、そういう方のニーズはそうです。なるほどですね。我々もじゃあレンタル飯田商店さん始めますか。え、怖くないんですよ。我々予約のあれじゃないんで。あ、まあそうですね。もう何人ぐらい行かれました。おそらく現時点まで200人以上行ってるかな。すごい、すごいね。割合どっちが多いですか。やっぱ女性ですか。やや女性が多い。そうですね、女性ならね、特に行きたくても行けないみたいなのありそうですよね。そうですね、食べきれるか不安とか。あ、そもそも女性の方って友達に二郎行こうって言いにくい。確かに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 、多いですね。食べきれなかった場合は清水さんは食べますか。そうですね、最初のそうしてたんですけど、うん、まあ、コロナ禍もありまして。あ、そうかそうか。僕の今の使命としては事前 の, そのインタビューというか、はい、もういかにその依頼者の方の特性を聞き出して、なるほど、残さないように、なるほど、そのぴったりの量と、なるほど、ボールをこう僕が教えるっていうのが一番の使命だな。二郎コンサルですね。めちゃくちゃ面白いですね。面白いな。せっかくなんで、ラジオで紹介してみましょう。毎週日曜日の5時半から、レインボータウン FM にて、山口彩の面食いラジオ、私パーソナリティやらせていただいておりますので、ぜひご視聴ください。よろしくお願いします。ご出身は何でもあるんですか。生まれは愛媛県。はい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 。両親のお仕事もされているので、いろいろ地方転々としてまして、幼少からやっぱりいろんな地方のラーメンを一応食べてるので、なるほどなるほど。熊本の豚骨ラーメン、はいはいはい、新潟の方もラーメン食べてる。はい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 、確かに。どんな種類ありますもんね。そうですね。で、18歳、早稲田大学に入学と同時に上京して初めて地方に食べてる。なるほどなるほど。で、将棋競技を。ということで、はい、今日の。レンタルジロの清水さんでした。ありがとうございました。そのつけ麺の感想は、はい、つけ麺の感想。つけ麺の感想ですか。つけ麺の感想はもう湯村になってもうめちゃくちゃうまいです。なんか変わってたんですよね。あ、いやいや、変わってなかったです。あ、変わってなかったです。変わってなかったです。はい、いろんな種類で食べれると、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。お腹に余裕があれば、ね、引き続きに行けるかもしれないですけど、ちょっと一旦今日の動画はこの辺で終了でございます。はい、で概要欄に清水さんのね、ツイッターとか、YouTube もあってますよね。Vlog、はい、撮ってるんですよ、はい、お願いします。